はい、こんにちは、ピカワです。今日もね、都内をドライブしながらちょっとね、お客さんのとこ行くんだけど、いろいろある。はい、商売のコツ、もうこんなノウハウはね、もうあんま本に書いてある、書いてないと思う。本当に大事なことって本に書くほどない本は本にしないと売れないから本になってるだけで、本当に大事なことってさ、商売にとって本当に大事なことって本に書くほどないんだよ。ものすごいシンプルな、だいたい5行ぐらいで箇条書きで5つぐらいしかないんじゃないかって。いや、わかんない、ざっくりね小項目それに 2,3 個ついてるだけだよ。そんな感じだと思うんだけど、これ本当大事なこと、本当大事なこと、もう大事なことから言ってくわ。もうまず、まあちょっと前の動画でね言ったんだけど、購買率じゃない、儲かると言われてる商売じゃないこと、粉物が儲かるとか、儲かるわけねえじゃんって。いや、儲かるんだよ、理屈ではね。でも競争相手がいっぱいすぎたら儲かんないんだよ。なんかこう、あとはなんか儲かりそうなもんって本当に健康食品って儲からないっつう、情報商材儲からないって、もうやり方次第だけど、その儲からないって思ってるやつが儲かるからね、それ原則だから。要は競争相手が少ないってこと、人が嫌がった方がいい、なんか、え、なんそんな商売やりたくねえみたいな、そういうのを工夫でなんとかするっていうね、法則が一つある。もう一つは、これはもう本当に、なんていうのかな、運転資金がかからないこと、これものすごい大事。ものすごい大事。だって金ないんだから。金あったら働かねえわ、みたいな。投資できる金を稼ぐために、アルバイトして貯めてから頑張るって、ありえないから、こんなね、こんな、もうみんなよくある。下積みして、みたいな。なんか、ホリエモンみたいになってるけど。いや、まあ、炎上させようと思ったらわかんないけど、ちょ、言い方が極端だけど、いや、本当、それは正しいと思うんだよね。極端じゃないのか。ストレートに言ってるだけ。だから同じこと、つまり同じこと言ってるだけかもしれない。だから本当に、下積みとか、寿司屋の下積みが無意味と言ってるわけじゃない。下積みが必要なものをやるなってことなんだよ。時間の投資、あとはお金の投資が必要なもの、お店を建てるのに、もうね、そんなのはね、もうちょっと儲かってから次考えればいい、次のステップでいいんだ。最初もう常に考えるのは、もうなんていうのかな、とにかく設備投資がいらないことだよ。設備が入らない、とにかくなんだろうな、体一つでできることって設備入らないから、自分一人でできることをまずやるんだ。そういう意味で言うと自分の時間を投資するんだけど、それをなんだろうな、間接的にバイトしてお金を貯めて、そのね、面積で投資するとかではなく、はい、一気にね、やっぱ投資できるようなものに、まあ俺がやってた、まあプログラム開発とかっていうのはもうまさにそれで、で一人でもう大体ね、もうすげえぶっちゃけ言うと、どんなプログラム、Google の元の最初の検索エンジンだって多分天才が一人で開発したんだよ。いや、だから開発の生産性って、まあそのなんていうのかな、複雑な業務システムのそのなんていうのかな、のプロセスを追っかけるような複雑シンプルだけど、なんかそのなんていうのかな、シンプルだけど
項目が多いシステムっていうのは もちろん開発コストがかかるんだけど、一発サービスみたいな、なんか機能一発でその実現性が、なんていうのかな、その機能がものすごいお金を生むような仕組みとかプログラムであれば、それはね本当にものすごく、なんだろうな、まあ、効率性がいいというか、まあ、一人でもね作れるっていうね。 Google 検索なんて、まあ、まさにそれなんだけど、まあ、Google はロジックじゃなくてそのインデックスの量っていうのを、まあ、サービスの、ね、質だったりとかするんだけど、検索エンジンっていうのは、ね、でも検索ロジックなんていうのはもう Google の最初のエンジンなんていうのはもう本当大したことないんだ、大したことないエンジンで、もう昔ちょっと公開されてたぐらいのなんかね、検索エンジンのロジック、検索大体こう公開されてるものってあったんだよね、まあ、今でも探せばあるかもしれないね、うん、だから誰だってできるんだよ、誰だってできる誰だってできる、誰だってそれはそのロジック持ってくればっていうね、そういうなんかこう一発アイデアで自分自身でやっていくものっていう、とにかく設備投資がかからないっていうのは前提だね。でまあ、ちょっとここでサブ項目にずれると、その、まあ、設備投資がかからないっていう、まあ、キャッシュフローの話なんだけど、それってね、もう少しこうそこを詳しく説明すると、キャッシュフローって2種類っていうか、まあ、あって、ある商売をやって売り上げが増えていくと、運転資金が必要になるような商売、キャッシュフローがプラスになっていくようなね、売り上げがマイナスになっていく、キャッシュフロー上、売り上げが増えたらキャッシュフローマイナスになっていく商売と、売上が増えるとキャッシュフローがプラスになっていく商売っていうのもあって、それも設備投資がほぼいらないような商売なんだ。まあいるんだけど、例えばまあ言っちゃ悪いけど、まあ、やり方によってはもう小売りとかの、まあ大体、まあ今ちょっと難しいかな、なんか昔はね、スーパーなんかはね、そういう売上が増えれば増えるほどキャッシュフローが増えていくっていうね、商売があったんですよ。単純にそういう商売であれば、まあ、ある程度借金ができれば、例えば1億円の、ね、規模のスーパーを作ったとして、それがね、まあ、月1億円のね、月1億円の売り上げが出せれば、で火事ですか、大丈夫ですか、1億円出せれば、例えば末日末末払いとかだと、仕入れが末日末末払いの、どうした駅で何かあったか、神田の駅だ、末日の末末払いが仕入れで、まあ、多分今はもう本当そういうの無理なんだけど、まあ、昔はできたところもあるんだよね。で入りが現金じゃんってなったら、売り上げが増えれば増えるほど、もうとにかく売り上げをキープしていれば、だいたいもう1億円ぐらいのキャッシュフローはね、まあ、だいたい 1.5 ヶ月分、平均数 1.5 ヶ月分 1.5 億円がね、のキャッシュフローがもうむしろ1ヶ月で手に入るって、まあ2ヶ月運営すれば 1.5 億円のキャッシュフローが手に入るっていう、売り上げ増えれば増えるほどキャッシュフローが増えていくっていう、そういうね商売もある、まあ、そのいずれかを選ぶべきだってことを言ってるんだね。まあちょっと後者はリスクがあって、で、まあ、そういう商売って、だから計画倒産じゃないんだけど、もうスーパー3店舗やって、もう慌ただしく4店舗ぐらいやって、まあ月数億円ね、まあ数億円の売り上げを出して、で末日末末払いで、で、あ、じゃあもうちょっと待ってください、最初なんでって言って3ヶ月ぐらい支払いを遅らせといて、まあ5億円ぐらい貯まったところでそれを持って逃げるみたいなビジネスも、ビジネスっていうか、まあ詐欺だけどね。まあ、な昔ね、なんかね、俺も引っかかったことある、引っかかった、仕入れ先で引っかかったことあって、本当ね、まあ、そういうね、まあ、なんていうの、勉強になった、まあ、面白くはないんだけど、まあ、面白いよね、面白いと思う、面白いっていうか、それは詐欺はダメなんだけど、そういう商売もあるっていうところがを、ね、商売必ずなんか、資本がいるとかじゃないってことをね、まあ、覚えておくといいと思いますね。だから、まあ、一般的にはこの、ね、投資が必要ないものって言うんだけど、そうじゃない、むしろ逆に、ね、俺なんかだともっとよく書いて、いや売上増えれば増えるほどキャッシュフローが溜まっていく商売の方がもっと美味しいじゃんっていう、いやそれはだってそうでしょ、だって100億の売上上げた時に
ね、あの100億のキャッシュフローが手に入るんだからそれすごいよね。さらにその100億プラス、じゃあその会社のね上場したら株ねもっとすごい、さらにそこから行くわけだからさ、まあそれはでもそこから先のまあだから時価総額も上がりやすいとかっていう、そういうね商売もあるっていうことだよね。まあちょっとね今日その2点2点あった、もうまあもうあとね何点かあるんだけど、商売のまあなんかなんていうかな、まあまあ、まああとはねそのまあスモールスタートできるかどうかっていうふうには今言われてるんだけど、まあ俺なりにね言えばスモールかどうかは別なんだよ。設備投資をかけなくてもいい商売だとすればだよ。あのね、もう救急車多すぎるわ。なんかすげえちょっとね。だとするとその設備投資がいらない商売だとすると、初めてねまあすぐ結果が出るんだよ。もう一個はねすぐ始められてすぐ結果が出るものじゃないと、もうなんかねそういうのってね、そうじゃないと分かんないっていうか、それでね出ないものはダメなんだよね基本的に。あのねものすごく簡単に言うと、もう一個の条件っていうのは高利益率なこと高利益率なこと、これはもう本当必須なんだよね。なぜ高利益率かって当たり前じゃんって言うんだけど、それ分かってないんだよね。あの高利益率じゃないとどういうことが起こるかっていうことも、まあ俺はちょっといろんな商売をやってきたから分かるんだけど、あのね高利益率じゃないと管理コストがかかるんだよ。あのねシステムが必要になるんだ。あの利益を管理するのにシステムが必要になっちゃう。そうするとより低利益になるんだよね。あのだからそういうのはね多分大企業に任せとけばいいじゃんって思うんだよ俺は。あの本当にねこれ絶対当たってる絶対当たってる。あのねもう俺いろいろやったから、あの売上高あんない、売上高を狙ってやっちゃうんだよねみんな。あの売上規模を目指すんだけど、売上規模なんかどうでもいいんだろう、もう売上なんか見てない、もう利益しか見ないから俺は。まあそれはね途中で変わった。最初は売上とか従業員の人数とか見栄えを気にして、なんか何百人のまあ俺も最高何百人なんだけど、まあ、1000人弱ぐらい、弱まではいかないけど、まあまあ、そのぐらいの数字の従業員がいたこともあるんだけど、なんかそういうのがなんかそういうのを目指しちゃうっていう、なんかそこの社長ですみたいな、なんかねそういう体裁とかね気にしちゃダメだね。それ気にしだすともうなんか売上高とかそういうね、まあ上場とか目指すんだったらちょっと考え方は違うんだけれども、でもそういうのを目指しちゃうと失敗する、うん、だから見てくれ気にしない、これも本当に大事で、もう利益しか追求しない、うん、まあ当たり前なんだけどね。でまあ、利益を追求する上で、その、なんていうのかな、利益率っていうのはものすごく大事で、例えば 5% しか利益率がない商売って、あの感覚的に、じゃあ10億だったらさ、10億の 5% って5000万なんだけど、ね、あの売上感覚的に、大体なんか 3%、5% ってあっという間にずれちゃうんだよね。なんか商売してて 3% 5% ってあっという間にずれちゃうんだよ。システムで管理する必要があって、もうだいたいざっくり分かんのは、まあだいたい3分の1利益からだな。売上の3分の1が利益じゃない商売はまあやめた方がいい。あんま考えない方がいいね。そういうのはあんま それでも競争力あるものを選んだ方がいい。あの3分の1以下だとね本当にシステムが必要になってくる。いいんだ、まあ大体その100万ぐらいまで、利益100万ぐらいまでだったらいいよ大体ね。大体こう月100万で、ね、大体1億ぐらいまでの商売だったらいいんだ。それがね10億100億とかになると分かんなくなるから本当に。そういうね、だから 5% とかね、
だから3分の1利益のものをやるべきだね、大体ね。でまあ利益しか見なくていいんだから、そうすると大体ね、頭の中の計算で、システムでものすごく細かく管理しなくても大体ざっくり利益出るわ。はい、ということで、要は高利益率で、まあ、当たり前なんだけどね、高利益率で、なんだっけ、競争率が少なくて、で、設備投資が少ない、設備投資がなくて、まあ、よりそのキャッシュフローが増えていく方向だとよりいいっていう商売、募集してます。募集してますじゃねえか。で、あと短期で、もう本当に、あのね、高利益率のものって、短期でさ、利益が出なかったら、もう出ないんだよ、それ。もう、その、仮説が間違ってるんだよ。だから、なんかこう、定食屋とか、なんか食品なんかも、なんかね、いろんな定説がいろいろあって、その、何パーセント、半年間は道を覚えてもらうとか、店を覚えてもらわなきゃいけないから利益が出ないとかっていう、そんな商売やめた方がいいと思うよ、俺。本当に、1ヶ月でパッてやって、パッて利益が入ってこないと、もうすぐやめた方がいい。だって、これ全然いけるっしょ、だって。設備投資ないわけだし、自分の一人の身でやってて、って半年やって、半月やって利益が出ない。とか、まあ1ヶ月でやって利益が出ないとか、まあもうちょっとかかるやつあるけどね。まあせめて半年だな。せめて半年間自分、半年多いな。まあ3ヶ月いいと思う。やってみて、利益が出ないものはもう即諦めた方がいい。っていうね。もうそんなのコロコロできるから、まあそれだけのアイデアがあればだよ。だいたい俺の中でうまくいったものっていうのは、その、本当に、そうだね。まあみんながこう動画で成功理論を言ってるより、すごい細かく具体的に言ってるんだけど、それは本当に俺の成功体験の中の共通してる、成功したビジネスの中の共通している点だね。を挙げると、やっぱそういう感じ。まあただね、それ、まあ俺の中で言えば、それはもうね、そうだな。まあだから利益で、まあ年間数億円単位なんだよね。年間数十億利益を出そうと思うと、なんかね、別の考え方が必要かもしれない。ちょっと俺にはそこはまだわからないから、まあそこは正直に言っとく。そこは俺はわからない。もうちょっとこう、なんだろうな。それこそ本当プロの CEO 。雇われのプロの CEO とかがそういうところはやればいいから、まあ俺は任せちゃうんだけどね、そういう人に。そこまで立ち上げて、まあ後のやり方わかんないから俺。まあそういう人に任せる。まあプロがその分野できちっとマーケティングして、まあなんか投資して大きくすればいいんじゃないでしょうかね。まあそれやれば必ず儲かる。まあだからその条件に当てはまってれば、それ儲かるよね。あんま当たり前の話っちゃ当たり前だよな。1ヶ月間やってパッて利益出てって。で、それをまあ拡大していけば、まあ、それはもちろん儲かるわな。で、利益が3分の1以上あって、設備投資がない。それは儲かると思いますわな。なんか、俺すっげえ見られてんだけど、なんで見られてるかがわからないな。はい。あれ、ピカーさんだって見られてる可能性は、まあ、ゼロに等しい。はい。つまりね、まあ、そういうわけで、また動画長くなっちゃったんだけど、みんなもだからね、そういうものをぜひともね、チャレンジしていってほしいわ。ね。はい。まあよかったらね、また、こういうのね、もっとどんどんね、実例を紹介していきますんで、あとはね、もっと込み入ったノウハウね、紹介していきますんで、よかったらチャンネル登録していってください。